プロバンス料理とは、フランス南部プロバンス地方で食べられる伝統的な料理のこと。ニンニクとオリーブ油とハーブを味付けとして頻繁に使うのが特徴である。ラム肉、魚介類、トマト、ヤギのチーズが食材としてよく使われる。フランスの各地方の料理の中でも、イタリア料理や北アフリカ料理の影響を強く受けている。 強い日差しと乾燥した気候に強い風、石灰岩質の大地と、まばらな草という環境のため、牛よりも素食に耐えて強健な羊やヤギが、主な家畜となっている。一方で、地中海の豊かな海産物に恵まれ、海産物を使った料理が盛んである。牛肉の道具。プロバンスの食材では、特にラムが有名。シチューやモモ肉を、 パイで包んで焼いたジゴダニョーアンクルートなどが、名物料理となっている。気候の問題で、食用牛の飼育はあまり行われておらず、名物料理の牛肉の道具やガルディアンドトロも、もともとは、カマルグで盛んな東牛での廃用牛の処理のために、考案されたものである。豚肉を使ったソーセージや、ベーコンなどの加工肉料理も作られている。鳥、ヤギ、ホロホロ鳥。 狩猟によって得たうさぎ肉、生地、うずら、鳩、つぐみなども供される。ジビエには、アルザス料理などで肉の臭み隠しに用いられるネズの、実が使われることもあるが、パケトンドラパンやスベドラパンのように様々なハーブを添えることが多い。料長料理としては、つぐみやうずらのパテが人気。魚介類の料理としては、マルセイユの名物料理部屋ベースが、内外に名高い。 スズキはパイツツミヤやブーリッドなどでよく使われる。ベニマス、カサゴ、赤ボラ、赤ホボウ、マトウダイ、アンコウ、イカ、ハマグリなどが人気がある。他地方の料理で、馴染みのヒラメやカレーは、北、大西洋を主な生息域にしているため、最近までそれほど食べられてこなかった。魚のスープには、バゲットとアイオリソース、 白身魚のシンプルな料理には類油が欠かせないと考えられている。ミース名物のメスクランプロバンス料理といえば、ニンニクとトマトが特に有名。玉ねぎ、ナス、ピーマン、ほうれん草、チコリ、レタス、キャベツ、ロケット、アティーチョーク、タンポポの葉などもよく使われる。アイオリを添えた季節の野菜。 柔らかで、みずみずしい葉野菜を使ったニース名物のメスクランと呼ばれるサラダは、前菜として人気が高い。沸騰したお湯という意味のアイゴブリドという、ニンニクスープは需要をつけるために病人食としても食べられる。果物としては、キャバヨンメロンとレモンが有名で、ベリー類、アンズ、西洋梨、マルメロ、桃、サクランボ、ブドウが生殖する他にも、 カ子シ材料としても人気がある。レモンやオレンジの皮は料理の風味付けにも使われる。牧草の茂りにくい地質のため、牛乳のチーズよりも、ヤギジチのチーズが主流。栗の葉に包まれた、バノンチーズ、刺激のあるピコドンチーズが有名。プロバンスのチーズは、ハーブをふんだんに使った料理に負けない風味が強い、ものが多いのが特徴。チーズを使った料理では、 ハーブを浸した上流酒にヤギのチーズを浸したるキャシャが有名。プロバンス料理の特筆すべき特徴は豊富なハーブとその多様な用途にある。石灰質で水はけが良い地質と温暖な気候はハーブが育つのに理想的な環境を提供している。プロバンスでは修道院の薬草園だけでなくごく一般的な農家の庭先や荒れ地にもハーブが生い茂っている。 ハーブは、名産の羊肉に甘い風味を与え、蜜蜂を養い、家庭薬としても活用されている。ミックスハーブ、エルブド・プロバンスの調合例。アニス・バジル・カモミール・タラゴン、フェンネル・ラベンダー・マジョラム・ミント・オレガノ・セイボリー・セージ、ティュール・タイム・ベルベー・ヌ・ローリエ・パセリなどが自生している。地中海交易の影響で、外来のハーブであるサフランや、キャラウェイなども、比較的よく使われる。 そのままプロヴァンスのハーブという意味のミックスハーブ、エルブド・プロヴァンスは数種類のハーブをあらかじめ混ぜておいた調味料である。料理によって使い分け、肉料理にはラベンダータイム、ローズマリー・バジル・ローリエ・セーボリーなど、魚料理にはサルビア、フェンネル、マジョラム、セージ、アニスなどが配合される。古くから修道院で行われてきたリキュール作りにもハーブが欠かせない。 特に薬効成分の強いリキュールは、錬金術によって生み出される、不老不死の薬の名を取って、エリクシルとも呼ばれている。プロバンス原産のものでは、バーベナの葉を使ったベルベーヌリキュールや、プロバンスの母乳とも呼ばれるアニスを使った、マルセイユの名産パスティスなどが有名。プロバンスの名産に、オルノワールの異名を持つ黒トリュフがある。フランスのトリュフの8割は、 プロバンスで採取されたもので、有名な産地である、ペリゴールをはるかにしのぐ。高級食品のイメージが強いが、一番良い食べ方は、ジャガイモのように食べることというように、かつては、農民の味覚だった。南フランスではかつてトリュフの栽培農家が多かった、ためでもある。プロバンスのことわざに、鋭敏な豚は太らないというものがあるが、この豚は、 肉用の豚ではなくトリュフを探すための豚である。現在は豚の代わりに訓練された犬が使われる。クリスマスイブの風習として、プロバンスではパチチョヨという13種類のデザートを作る。クリスマスイブには生の果物は手に入らないので、砂糖漬けの果物とナッツをかき集めて13種類もの菓子を作るのは並大抵の苦労ではない。 プロバンスの菓子には砂糖をふんだんに使った粘りがあって、非常に甘いものが多い。これは、地中海地方に共通する特徴でもある。名産のアーモンドと蜂蜜を使った、ヌガー、アンズ、桃、サクランボ、クレメンタインオレンジなどの果物を、シロップで漬け込んだ、砂糖菓子、古いコンフィ、メロンやプラムを砂糖漬けにして、アーモンドペーストを塗って焼いたキャリソンが有名。 香り付けには、オレンジウォーターや、ラベンダーウォーターが使われる。もっと素朴な菓子には、2月の祭りで食べられる、伝統菓子、ナベットド・サン・ビクトワールというパイもある。ありがとうございます。